浮いちゃって、でダウン着てたんで、はい、父親は、はい、ダウン着てたんでなんとか浮いてました。うちの母親は泳げないんで、はい、でそのままあとそこもう隙間なくなっちゃったんで、はい、潜るしかないです。あで潜ってんでここあの非常灯がついてたんですよ。はい、だからもう この高さですよ。もう天井すぐですよね。はいはい、でこれついてたん でその次この幅潜んなくちゃなかったんで、はいはい、ちょっと私が一回潜って顔出んのを確認して、はい、で潜って戻ってここに母親と父親言いましたんで、母親をこのちょっと長い間頑張って潜って潜って、息は止まってる状態ですか。ここではあまだ上に空気がある。うん、これね、非常灯ついてなかったら、うん、ダメだったんですよ。この高さだったんですね。そうだ、あのこの配電盤の下まで。あ、じゃあ空気があって、これを潜って、はい、これ非常灯ついて、非常灯つかないと真っ暗なんですよ。あ、そっかそっかそっか。停電なんで。うん、でここにね、流し台があって、流し台が斜めになって、ここに流し台が足かかったんです。あ、そうすると、ね、2メーター上がってっから。だから映画見てるとだんだん天井だんだん声が上がってきて、はいはいはい、浸水してから潜る、ね、あの構成だったみたいな映画すごい。ほんでなんとか階段のそっからこれ潜るのが大変、ここまであったんですね。うわーすごい。でここに顔を出して、はい、であとなんとか上住まいなんで、はい、まあ服を着ないと、はい、ここですね、このライン。すごい。このラインがまで上がったんですね。すごい。考えられないですよ。映画です、本当に。本当にね、窮地優秀。行動ベースロングでね。そうそう。ありがとうございます。はい、どうも。